ちら、うん、MBTI タイプ入門から ISTP から。ちなみに隊長が、はい、ご自覚が ISTP だISTP 今たりもする、はい、というこの ISTP は外向感覚を伴った内向思考タイプです、はい、ISTP は事実を的確に認識し実際的で現実的な得策を考えるため筋道が立っていること以外で説得されることはあまりない、はい、組織の今の問題点を原理原則にのっとり人の影響を受けずに自分の持てる全ての資源をやりくりして解決に導くことに喜びを見出そうとすると、はい、まあ、よくここで起こるやつですよね。まあそうかもしれない、ね、僕がこう思いました、はい、ですよねって、はい、いや筋道があってどういうことですかって、はい、筋道っていります筋道が大事です、はい、そんな人生窮屈じゃないですか。窮屈じゃないですよ。いちいち筋道が立ってないといけないんですよ、はい、知りたいって話です。筋道を、はい、筋道っていうか何がどうなったっていうか理屈ですよね。別にこう出来事の筋道は別にどうでもいいんですよ、はい、だけどなんかこれはこうしたいって言われた時になんでそうしたいのかが知りたいなるほどっていう感じですね。で、まあ、僕に関係ないことだったらあんまやってくださいどうぞってごお好きにどうぞ、はい、ちょっとこの辺が探っていきましょう、はい、この ISTP の思考の序列としては、思考機能、感覚機能、直感機能、感情機能です、はい、この ISTP の組織への貢献の仕方はその時その場において必要なことを抑え事態の修復を行う、はい、歩く情報集めと書いて情報集と読むんですかね、はい、情報集として機能する、規則に縛られず行動する、危機的場面においても冷静に行動し相手を落ち着かせる、はい、技術や技能の鍛錬を好む、はい、そんな感じでした。まあそんな感じはありますよね。仕事してるときは、はい、まあずっと落ち着いてはいますよね。問題起きても。なので、なるほど、危機的状況でも冷静に行動してってやつですね、はいはい、でそれで落ち着かせるってあるけど、はい、なんか魚ですることもありますそうですね、はい、言い方でしょうね、はい、言い方とかもうちょっとなんか慌ててよ的な感じ、慌てるのを要求されることがある。あ、確かに分かる気がするのは、うんうん、話のテンポってあるじゃないですか、はいはい、この早い時は早くしてほしい、うんうん、スイングしたいんですよ、ジャズでいうところの、うん、まあ、でもそれと違うんじゃないかな。いや、そういうこと、一緒なのかな。あ、僕の中では要は焦ってるじゃないですか。焦ってる人が、例えば二等兵が焦ってください。そうですね、焦った時に僕落ち着いてるんですよ。焦ってるというか一生懸命な時ですか、ね、一生懸命な時に、はい、でもな焦ってこうわーってなってる時、はい、そんなこと、あ、言い方なのかなあ、でもそれ言わないですよ、はい、まあ、そんなことって言いましたけどねそんなことっていうのは心の中で思ってるけど、はい、まあ、そんなことわーわー言ってもしょうがないじゃんみたいな、やるべきことをやった方がいいんじゃないのみたいなことは思ってるじゃないですか。でもわーっていうことには意味がないなみたいな感じだから落ち着いてるじゃないですか、はい、冷静にはいはいみたいな感じで、でそうすると真剣に考えてるのかみたいな感じで思われるっていう、まあ、体調じゃないですけど、はい、両方わかる、はいはいはい、でもやっぱりこのね会話ってテンポじゃないですか、うん、はい、やっぱちょっと慌ててる時は、はい、あ、じゃあすぐやりますって言ってほしいんですよ、うんうん、すぐくださいって言われてて、うん、ちょっと急いでるんでお願いしますっていう時に、うん、はいはいみたいな、あ、わかりましたぐらいですよ。あ、ぐらいならなるはやでやりますみたいな、まあ、なるはやじゃないんだよなとかも思いながらまあでもなるはやっていうのはまあ限界の速度って意味ですからね。あ、もちろん、はい、はい、で、うん、この ISTP さんのリーダーシップスタイルは実際に手本を示しながら導くと、うん、平等で協力的なチーム体制を好む、うん、問題が起こったら素早く対応、他者を緩やかに管理したり指導し自分もまた他者からは必要最小限の指導を望む、うん、心情を持って行動する。この心情っていうのは理屈というか筋道というか、まあ、自分の思い、自分のやりたいみたいなところじゃないですか、はい、
っていうのはなんか強そうですよね。 SP タイプですし、うん、この ISTP のラーニングスタイルは軽快に学ぶことを楽しみながら学ぶと、うん、興味がそそられることで実用的な要素が含まれていることを学ぶことを好むとありますね、はい、うん、そんな感じですね。実用なんですね。実用、なんかただ勉強するとか苦手な感じですね。何か目的があってそのスキルを身につけるためになんか資格取得の勉強とか得意なんですよ。小説とかはどうですか。小説とかは目的がわからない感じですよね。楽しむために読むみたいなのはまあわからなくはないですけど、はい、優先順位が下がるみたいな。自分との対話ですよあれは、うん、でその間にスキルとか欲しいみたいな。心が豊かになるじゃないですか別に否定はしないですよなるほど、はい、ではこの ISTP さんの課題解決アプローチは、うん、自分の内にある論理を用いて問題を体系立てたり課題を解決し、うん、これが T ですね、はい、その解決に必要な事実や具体的なことに着目して、うん、これが S、うん、解決しようとすると、うん、より良い解決に導くためには、うん、まだ考えられていない可能性に着目したり、うん、これが N、うん、人への影響を考慮する必要がありますよと、うんうん、もうね、自分の見てるもので、はい、自分のやりたいことしかやってくれないんですよ。はい、認めたまあいけないなとは思ってますけどね。なるほど。 N も重要だなとか、はい、問題解決するためには人の気持ちも重要だなみたいな。なんで半笑いなんですか。あ、結局問題解決なんだなと思って。結局問題解決なんだなって、はい、このなんか F の人の問題にしてませんか。こいつらの、はい、結局こいつらが足引っ張るんだなって言いませんでした。そういう意味ではないです。そうやって人の気持ちも大切って自分の中で言いつつ、あ、結局問題解決に意識が向いてんだなみたいな、で自分に対する笑いですよ。あ、はい、なるほど、はい、まあ、僕が常にこの思考してねえなっていう思いが、はい、体調の中にも、うん、あ、 F をあんまり意識してないなっていう感じである。あ、そんな感じである。で意識しなきゃっていう意識は、僕も俯瞰してみろ俯瞰してみろって言ってるだけって感じですね、うん、あ、そんな感じか、はいはい、こんな ISTP さんが好む職場環境は、はい、今起きていることや状況に着目し対処することが求められるもの。プロジェクトの遂行や解決すべき課題からは外れない、うん、物事の論理的なことに重きが置かれる。即座に問題が対処できることが求められる。今までの実績が必要とされる。本人が仕事をやりやすいようにしてくれる自由が利くこと、うん、自立性や独立性が奨励される、うん、チームプレイは、はい、得意。チームプレイはなんか役割与えてもらえれば、でもある程度自由にはやらせてくれ、自由にやるっていう役割を与え、あなたはこれをやってってもうその仕事を任されれば自分の好きなようにだったらまだ、あ、その代わり期間とかも全部言ってくれれば、うん、そこは外さないからと、うん、そこまでに、まあ、自分のやりたいように自分のやりたいようにやるみたいな。それを途中でこう、あ、それ違うんだよねとか言われるとやる気がなくなっていくみたいな。僕みたいになんか、はい、こうやって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 くださいみたいなだとやる気失いますよね。あーってなるほど、はい、難しいですよね仕事って、うんうん、すいません、なんか今抱えてるのが出ちゃいますよねはい、はい、なかなか人と一緒に仕事をするっていうのは大変ですよね、うんうん、この ISTP さんが考えられる弱みとしては、はい、大事なことを自分で抱え込み他者に対して配慮していないような印象を与えることがある、うん、努力が実る前に動き出してしまうことがある。ご都合主義になりすぎて労力を惜しんだり、うん、近道を取ってしまおうとすることがある、はい、自分で判断をしないように見えたり目的がないような印象を周囲に抱かせることがある、うん、ちょっと体調にお聞きしたいのが、はい、大事なことを自分で抱え込んで他者に配慮していないっていうのは、うん、なんとなくああってわかるんですけど、言わないってことじゃないですかね。わかんないです。自分だけで考えて自分だけで行動してっていう
自分勝手、はい、セルフィッシュな印象はちょっと自分勝手というか、はい、自分勝手とは思ってないんですよ。そうですね、はい、自分勝手に自分の好きなようにやってやろうってことじゃなくて、はい、わざわざこんなこと言わなくてもいいかなみたいな。だからまあ相手にしてみたら、まあ、ないがしろにされてる、まあ、それがそうやって僕が今言った言葉のように映ってるみたいな。はいはい。あとその努力が実る前に動き出してしまうことがあるっていうのは、うん、飽きやすいってことですか。ですかね。なのか違うことに興味が移ってなのか、移り気なところはあります。ありますよね。はい。でこのご都合主義になりすぎて労力を惜しんだりっていうのは、はい、でもまあ結果が出てればいいでしょっていうことですよね。多分その現実重視みたいなところはあるので、はい、まあ、自分はこう思うって言ったけど現実が違ったら、あそうだねってすぐ切り替えるじゃないですか。都合のいいように現実を捉える。あ、まあ、良くもありですよね、うん、そのフットワークの軽さは。はい。自分で判断しないように見えたり目的がないような印象を周囲に抱かせることがあるっていうのは、うん、やっぱ先ほど言わないってことなんでしょうね。多分自分で思ってて、まあ共有する必要ないじゃんみたいなことを思ってたりする。まあ無意識に、意識はしてないけど、はい、別にこう共有してやってくれるわけじゃない人がね、人が、はい、だったら別に共有する意味ないのかなみたいな。成果物あげればいいんでしょって、うん、僕の役割こんだけだよねって、こう、そう、例えば問題解決、ここを解決するのが重要でしょみたいな感じですよ。でそのに向かって自分がどんだけ頑張ってるみたいなのを別にアピールする必要ないよねみたいな。ないです、はい、うん、自分はこんだけやってるとかっていうのをアピールする必要がないと、やっぱりやってないように見られたりすることもある。この、うん、これまでなんか INF とかの人たちってなんかその、はい、人のために、はい、人のためにっていうのを何回も言ってきましたが、はい、やっぱりこの同じ内向型でも、うん、結構やっぱりカラッと変わりますよね、はい、うんうん、好きなようにやります、好きなようにやります、言いませんって、あなたも好きなようにやってくださいですからね。多分そこなんでしょうね。はい、はい、ではこの ISTP さんの、成長のためのヒントとしては、気にかかっていることや自分の中にある情報をもう少し率先して他者に表現すると、うん、言ってくださいと、うん、物事に対して忍耐を持ったり人との関わり方や会話の運び方を変えてみると。はい。そんなことって心の声がたまに、はい、漏れちゃうことが、はい、漏れちゃうことが、まあ多分表面的には言わないですよ。だけどなんかしつこく言うと、もうそこいいじゃないですかみたいな、そんなこと言っちゃないですかみたいなのがつい出ちゃうみたいな。あとやっぱりこの、まあ、態度、はい、態度が、はい、汗汗してる時に、うん、落ち着いて肘なんかついちゃったりして、はい、肘をつくなって言いたくなりますよね多分ね、うん、でも肘関係ないでしょって話ですよね。関係ないんですよ。そうなんだけど、はいはい、自分が求めている結果を得るために必要なことの計画を練ったり努力をしようと、うん、目標やゴールを決めそれを達成する方法を身につけようと、うん、なんか忍耐が弱いみたいなことが書かれてますから、はいはい、なんかもう何かをやり始めて、うん、うまくいかないって思ったら、うん、やめたになるんですかね。まあうまくいく方法ってずっと考えてるみたいなところはありますからね。こっちの方がいいんじゃないかと思ったらそっちの方をやってみたくなる。でもそれはもう一応ゴールには向かってるじゃないですか、うん、ゴールには向かってるけど、今ここに書いてあるのは目標やゴールを決めてそれを達成する方法を身につけようねって書いてあるんですね。多分その目標が N の目標だと思うんですよね。長期目標。あーなるほど。うん、僕の目標は目の前の目標なので、あれを達成するみたいな。ゴールが何個かあるんですもんね、はい、違う違う、そのゴールが何個かある本当はその下に人生っていうね、うん、太い国道が走ってるんですよ。そうそう、うんうん、だけどその目の前のあの人のプレゼンどうするかみたいなところしか、いやいや国道が国道が大事なんですよ、はい、はい、っていう話です。っていう話なんでしょうね、はい、なるほど。